視覚を的確についてきている。瞬間移動こうも巧みに使ってくるとは、ジーミズというものやりおるわい。ムスカ、本気出してんのかよ。なんてスピードだ。さすが瞬間移動の使い手。休んでる暇はないぞ。瞬間移動、あれを抑えられれば。ご飯、想像以上じゃ。あのご飯がスピードで惑わされておる。強い。戦士としての資質は高いと見る。だが相手が悪かったな。また会うことがあれば俺の技を授けてやろう。さらばだ。苦戦しているようですね。仲間か。おお、いいところに来た。フリーザ、息子を助けてやれ。この程度の相手に苦戦するとは、あなたも大したことありませんね。失望しましたよ。何？戦闘民族サイヤ人が聞いて呆れますよ。でもこれはチャンスですかね。ごちゃごちゃ言ってないで、さっさとしろ。フリーザー、どうして動かないのでしょうか。もしかしてフリーザのやつ、ここでご飯を倒して落とす気じゃないか。なんであいつが息子を。第七宇宙が優勝しなきゃ自分が消えてしまうって分かってるだろうが。あやつ、やはり一筋縄ではいかないくせ者じゃ。おそらくこの力の大会を利用して何か邪悪なことを企んでいるに違いない。なんだ邪悪なことって。あいつは生き返るのが目的なんじゃないのか。もしかして他に目的があるのでは。この大会で最後まで勝ち残って最優秀選手になれば、スーパードラゴンボールで願いを叶えることができます。地球にあるドラゴンボールとは比べ物にならないほど大きな願いが。例えば神を殺すとか。そうか、最後まで勝ち残るためにもご飯が邪魔というわけか。